交通安全の意識を高めようと、浜松市内の小学校に通う児童たちがウェブサービスを使って通学路に潜む危険をチェックしました。この活動は浜松市がデジタルを生かしたまちづくりを目指すオリプロジェクトとして支援する損害保険会社が主催しました。今日は中瀬小学校の5年生が道路の危険な場所を投稿して共有できるもしかもマップを使って通学路でもしかしたら危ないかもしれない場所を自分たちで歩いて探しました。急に道が狭くなったりするとこがあったのでそこが危ないなと思いました。下級生とかにもちゃんと教えてあげて安全に登校と下校したいと思います。